で始まり切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。生きたいのか、そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだダメだ、許さない、引かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに。私は沿っている、いてほしいと、あいつにいてほしいと望んでいる。まるで敵でも見るような目だ。当然か、恨まれたって文句は言えねえ。だがよ、それでもたとえお前に憎まれても、裏切り者扱いされようと、だからよ、だから行くさ。俺、お前は俺の。け、腕の一本でも切り落とされりゃ目が覚めるだろう、あのバカも。そううまくいくかな。ガッツの剣は常に生死の境で鍛え上げた、いわば修羅の剣。やはりグリフィスの表情にいつもの余裕がない。二人の力は拮抗している。みんなどうしたんだ、切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ、俺たちが口を挟むことじゃない。忘れちまったのか、剣で取られたら剣で取り返す、それが傭兵の俺たちの鉄則だ。だけど、だけど変わったな、こいつも。以前のキャスカなら。じゃあな。グリフィス、ガッツ、大丈夫。道端で石ころにつまずいたようなものさ。つまらない小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遥か遠いんだろう。だから大丈夫、立てるよ。そして歩き出すさ、すぐに。